こんにちは、快適アートです。今回は水彩イラストのメイキング動画です。これは前回描いた竜と男の子のイラストです。今回は魔女の絵を描いていきます。これは実はハロウィンに向けたイラストとして描いていたんですが、情報量が多くなりすぎてちょっと間に合いませんでした。まずはマスキングテープで下絵を固定して、それを鉛筆で作った転写紙で転写していきます。上からなぞって転写していきます。今回の絵はいつもと違って背景をかなり詳細に描きました。これは私が考えた魔女の道具です。魔女が不思議なフラスコで実験をしているというテーマで描いています。転写したらこんな感じになります。次は墨を吸って線画を描いていきます。先月お伝えした通り、今線画の塗り絵グッズと、あとは線画データ配布の準備をしています。合計10枚描くので、だいたいどんな絵を描くか決めたんですが、以前線画についてリクエストを募ったところ、結構西洋風の絵を塗ってみたいというのが多かったので、それを採用して西洋風の絵も何枚か描こうと思っています。今のところ人気のある着物イラストと、あとは洋服を着ている絵、あとは個人的にやりたいなと思った動物の絵という3つのジャンルで描こうと思っています。着物イラストで少しテーマについてどうしようか迷っていることがあるので、また今度コミュニティ投稿でアンケートを実施したいと思います。アンケートは誰でも回答できますので、気が向いた時に回答してもらえると助かります。ここの部分は服のところに鳥の羽をくっつけたようなデザインにしてみました。魔女なのでカラスの羽みたいなイメージで描いています。ここの小瓶の飾りはディテールをたくさん描いています。ここにはメタリック絵の具をたくさん使おうと思います。こんな感じで紙も描きます。結構長い線を描くのって難しいと思うんですけど、私の場合は手首を固定したまま体だけ動かして描くようにしています。そうすると長い線や緩やかなカーブが綺麗に描けたりすると思います。今回は背景もがっつり描いているので、描き込む面積がすごく多いになっています。こんな感じで髪の毛や背景の細かいところを描いたら線画の完成です。僕運動の絵墨、目を使って着彩します。まずは背景の部分から塗っていきます。まあこの色が最終的に残るという感じではないんですけど、色の配色でここはこういう感じの色っていうのをざっくりメモする感覚で塗っています。こうしておくことで後からここは赤っぽい陰影だとか黄色っぽい光だとか、そういうのが分かりやすくなります。顔のベースの色を塗っていきます。乾かないうちに影の色を追加します。水気を取った筆で光っているところの色抜きをしてから、そこにメイクをしていきます。メイクをする時のコツとしては、顔の彫りを深くしていくっていうイメージです。割とリアル寄りなイラストのつもりで描いているので、顔の陰影は写実よりかは薄めだけど、でもしっかりと全体的に入れるようにしています。例えばこの目のくぼみのところとか、そういうのを描くことによって少しリアルな人間っぽさに近づいていくと思います。
けの色もざっくりと塗っておきましょう。全体の雰囲気を合わせていく上で大体の色を塗っていくのは結構大事です。一つ一つの色面をそれぞれ完成させていくようにしちゃうと全体の統一感を出すのは難しいです。透明水彩で塗るときはその透明さを生かして薄い層を重ねるように統一していくようにしています。肌の色の場合だとベースの色、影の色、メイクや血色の色という順番にしたりして層を重ねています。絵をさらに詳細に描き込むときはそういう作業を何度も繰り返し循環していることもあります。手も同じような感じで塗っていきます。今回手の部分は立体的に見せたかったので影をしっかり着彩して関節の曲がるところを表現してみました。このような角度の手の場合、指の関節の部分って影を描かないとどこで曲がっているのか線だけで表すのは割と難しいと思います。なのでこんな風にここから関節で曲がっていますよっていうのが分かるような塗り方をしてみました。ポイントになるメイクを追加していきます。今回のポイントはアイラインをかなり吊り上げていることです。強そうな魔女にしたかったのでメイクも強めです。次は暗めの色を使って髪の毛を塗っていきます。今回髪の毛の色は白っぽい色にしてみました。背景と服の色を暗めにしたいと思ったので髪の毛は目立つように明るい色を使いました。緑、青、紫を層になるように重ねていきます。あとはくぼんでいるところに青みの色を入れたりすると立体感が出ます。髪の毛の描き方については以前からリクエストをいろいろいただいているので、また今度描き方解説動画も作ってみたいと思っています。今回火災塗りが多くなるだろうと予想していたので、ガッシュの白とかで描き起こしをすることも考えて白い髪の毛全体をやや暗めに塗っています。それが終わったら服の色味も追加していきます。真ん中にある魔法の小瓶の周りは黄色色を入れました。光っている感じにしたかったのでここは最初から色はあんまり置かずに塗っています。他のところはグラデーションになるように色を置いていきます。首元の方は紫で別のところは青みの色になるような感じで服の色味自体に変化をつけています。これは絵が単調にならないようにする工夫です。それが一色の服装だったとしても光の加減や服自体の色合いに少し色味を加えてあげることで情報量がアップして華やかになると思います。次に吉祥の顔彩を使います。顔彩は和風な色合いの水彩の具みたいな感じです。青緑と紫で服を塗っていきます。この冴えた緑と紫を混色するとなぜか青色になります。私はその混色した青色が結構好きなので今回はその青が暗いところに出てくるように色を塗ってみました。細かい部分のシワと大きい面積のハケの塗りを交互に繰り返しながら服を塗っていきます。こうすることによって全体的な色味の統一感と細かいところのシワの立体感をバランスよく塗れます。色を重ねるときは乾いてからというのが鉄則ですので、重ね塗りをすると結構時間がかかるんですけど統一感を出しやすい塗り方なので、こういう服とかみたいに一続きだけど立体感があるようなモチーフにおすすめの塗り方です。次は背景の本にテクスチャをつけていきます。色を塗った後少し乾きかけたくらいでくしゃくしゃにしたティッシュを軽く押し当てて模様をつけていきます。こんな感じで面白いテクスチャができます。これは古い紙とか革製品みたいなイメージにぴったりです。
このベルトの部分も革製にしてみました。ちょっとここにこれくらいの面積が欲しいなと思ったので、こういうファッションにしてみました。人物の服を考えるときは、私はその服によって色面がどういう風に分割されるかっていうのを考えています。髪飾りの色でかなり濃いめの色を入れました。全体的に塗ってふわっと仕上がってきている状態だったので、一気に暗い色を入れてまたバランスを整えることにしました。水彩をやっているとふわっと全体的に白っぽいまま薄い色で絵が落ち着いちゃうことがよくあります。今回みたいな全体のトーンが暗い方が合いそうな絵の場合は、途中で濃い色を追加して軌道修正をしてあげるのが私がよくやる方法です。この羽の部分も濃い色を使えるので、この段階で描き入れていきました。暗い色が入ると絵が引き締まって、陰影が足りなかったり白茶けて見えるところが浮き彫りになってきます。テクスチャーをつけた下塗りの上から本の色味を重ねていきます。こんな感じでちょっとだけテクスチャーが残るソフトな感じになりました。背景の小道具を塗っていきます。これは牛骨なんですけども、もしかしたらアトリエとか学校の美術室で見たことがある人もいるかもしれません。高校の美術室にあって結構人気のモチーフだったので、私は1回しかデッサンする機会なかったんですが、めっちゃ好きなモチーフです。本棚の上の柱も描いておきます。この柱は実際にこういう建物とかの写真を参考にしたわけではなくて、ただここに縦のラインが欲しいなと思ったから入れました。私の場合は構図を決めるときに、そこに必要な線の要素を何に置き換えるかというので決めていくことが多いです。なのでなんだこれってなるかもしれないんですが、まあ、作り付けの突っ張り棒というか、まあ、装飾か、またはその上に階段があったり何かがあるのかなっていう風に見える感じに描いたつもりです。背景の小物が描けたら空間を暗くしていきます。ここは明るい方がいいのか暗い方がいいのかって迷いますが、後ろに何か空間があるのであれば白っぽい方がいいかもしれないし、何もない闇って感じになっているなら暗い方がいいと思います。アクリルガッシュの白を顔彩と混色していきます。上から重ねて描いていきたいけれども、明るくしたいというところを描くときに便利です。まあガッシュ同士で混色してもいいと思うんですが、今まで使っていた色と統一感を出したいときは、そのまま水彩の具を混ぜてしまう方が簡単かと思います。アクリルガッシュとかも必要に応じて使えるようになっていくと、複雑な絵も描きやすくなると思います。こんな感じで暗いところから描いて白くしていくのがアクリルガッシュの便利な描き方です。次にやっとメインのモチーフであるこの魔法の道具を塗っていきます。この魔法道具なんですけれども、ほぼほぼ自分の想像だけで描いています。参考にしたものは自分が昔持っていた香水の瓶なんですけども、それは私が不注意で割ってしまってもうここには存在していないので参考資料がないんですが、こんな感じの瓢箪型だったなと思って描きました。下の部分には何か鉱石みたいなものを描き入れたいなと思ってくっつけてみました。
この中の色をどうやって塗るのかっていうのをずっと迷っていて、それで手が入らなかったんですけど、天気も良かったので久々にシャボン玉を作って遊んでたんですが、それが結構新鮮に綺麗に感じたので、その要素を入れて塗ることにしました。アイデアが行き詰まった時は、一度絵から完全に離れてみるのも実は一番近道だったりすると思います。ただ、頭の中には絵を置いておいて、当てはまるかどうかを吟味するようにするといいと思います。ここで塩を振っていきます。これは瀬戸の本塩の焼き塩っていうのを使っています。焼き塩はサラサラしていて扱いやすいですし、粒の大きさがほぼ均一なので、塩をどんな水分量の時に投入するかっていうのだけ覚えとけば使えるっていう感じがします。コツとしては絵の具が乾かないうちに塩をまくんですけど、水分量が多い時は白い模様が大きくなって、乾きかけで水分量が少ない時は模様が小さくはっきりした模様になると思います。なので投入するタイミングで模様の出し方を自分で決める感じです。周りを青で塗って乾かないうちに水滴を落とします。そうすると白い模様が出てくるので、これで周りの光の反射を描いていきます。この水滴で作る模様の場合は、水滴の量でも模様の大きさが調整できます。1滴だと小さい模様、2滴だと大きい模様みたいな感じで、自分の好きな模様を描けます。アクリルガッシュのホワイトを使って髪の毛を描いていきます。こういう風に線を描いて髪の毛を表現するときは、その端っこのところをぼかしていくようにします。筆の入り糸を抜きってかなり神経質に描かないとうまく立体に沿った感じにならないので、潔くその線の端をぼかしてしまう方が自然だったりします。特にこういう髪の毛とか柔らかいイメージってそんなにカチッとした形があるものではないので、ぼかした方が自分の表現には合っているかなと思ってます。全体的に色が入ってきたらこんな感じです。ここまではマットな印象の絵ですが、ここからはキラキラさせていきます。呉竹のスターリーカラーズセットという金の顔彩を使います。薄塗りで金色を襟元に重ねてみました。さらに強調したい部分に赤金色を入れると目立たせることができます。白金色という銀色というかパールのような色味を使いました。これは髪の毛や明るい部分に重ねています。この色はパッと見た感じは透明なので塗ってもそんなに影響がないように見えるんですが、傾けた時にツヤが出るように見えるので服の光沢感を出したいところとかにも塗りました。次はアクリルガッシュのスペシャルカラーを使っていきます。ラメとメタリックの色を選びました。アンティークシルバーはこんな感じでちょっと暗い銀色みたいな色味です。今回みたいなダークなモチーフや落ち着いた感じの金属感を出したい時にぴったりだと思います。この魔法の道具の金属のディテールの部分とかはアンティークブロンズとアンティークゴールドを主に使っています。アクリルガッシュはちょっとだけ盛り上げることもできるので、こんな感じで筆先にたっぷりつけて玉を乗せていくような感じでアクセサリーを描いたりしました。ラメクリアダイヤモンドを鉱石の部分に塗っていきます。この絵の具のラメは派手派手にしたい時に使うとめっちゃ可愛いです。まつげは今回紺色で描きました。あまり筆で描かないのでちょっと緊張しましたが、実際やってみると水彩絵の具の方が修正も効くので、案外気持ちは楽に描けるもんだなと思いました。まつげの色が濃いと目元がはっきりします。
次はホルベインのアクリリックイリデッセンスを使います。今回の絵にはクロマパールイエローとクロマパールブルーを使いました。見た感じは何色かちょっと分かりにくいんですが、傾けるとラメの色が出てくる感じで、すごい細かいラメラメです。クロマパールイエローを光っている感じのとこや人物の肌の部分に塗っていきます。次はクロマパールブルーです。これは服とか髪の毛とかに塗りました。最後の仕上げにこの絵にぴったりの変わった絵の具を使います。草壁のシャインパール固形水彩の蓄光絵の具です。光を当てると光るタイプの絵の具なので、まずは光を充電してみたいと思います。電気を消すとこんな感じです。同じ時間光を当てましたが、蓄光グリーンの方がやや光が強く感じました。今回これで魔法っぽさを絵にプラスしていきたいと思います。魔法の小瓶の中身や、それから鉱石の部分にたっぷりと塗って、それから魔女の目と角や、あとは小道具のところにもグリーンを使いました。他の部分で光らせたいところにはブルーを塗っています。それでは塗った絵の具に光を当ててしばらくしてから完成を見ていきましょう。蓄光絵の具は思ったよりちゃんと光りました。薄暗いところで見るとすごい雰囲気のある絵になったと思います。実はこの絵を描いている間に、このチャンネルの登録者がなんと25万人を突破しました。いつも応援してくれる皆さん、そして新しく登録してくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからもいろんな画材で面白いアートの情報を発信していきたいと思っていますので、お気軽にチャンネルを覗きに来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも快適アートチャンネルをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。